の高橋です。二重サップル二度拭き簡単マイペット、これ何かわかる？ゴキブリ嫌いなんだよ俺、ゴキブリ恐怖症だから。これ去年置いたんだけど、またゴキブリの季節やってきたぞ。中国でね、ドクダミソウ、ドクダミソウに住んでる高橋と言います。あー、熱い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 、めっちゃ気持ちがいいんだけど。お風呂に入るのが約1週間ぶり、風呂嫌いの高橋です。まあ、今日ちょっと風呂入りながらね、まあ、特別会だよ。なかなか風呂、俺の入浴信者のただでやんねえから、まあまあいいよ、今日特別だよ。ちょっと自分風呂嫌いなんでまだ1週間ぶり、気持ちいい。でも1週間ぶりに風呂入るといいな。やっぱ1週間大体ね、僕の経験的にね、4日目5日目あたりから匂いを発するみたいで、人間って自分研究家なんですよ。人間ってどうしたら臭くなるのか、大体ね3日目ぐらいまで大丈夫なんだけど、4日目ぐらい、あとパンツとかも変えずに4日目5日目ぐらいから、ちょっと風呂ちょっと臭いんじゃねみたいな、やばくねみたいな話で、まあ、そういう形ですよ。フル嫌い感じで、まあ皆さん入ってたね。僕もコロナ始まって、真面目なんで僕性格がね、コロナが始まったからみんなにね、僕も感染したくないしね、感染広げちゃいけないと思って、もう人と週1回しか会わないかな今はね、ずっとそんな生活で。まあ週1回ぐらいは会うんだけど、まあそれも限られたメンバーとしか会わないみたいな形で、僕真面目にねコロナを広げないように、まあ、一応陰ながらやってるんですけど、まあ今日は芸能界の闇だよね、これ語ろうか。とんでもない芸能界の闇が、ちょっとこれいいかな、これちょっと待ってよ、カメラが倒れたらぶっ壊れるから交差して、画角が悪いな、こうしとこうか。パンテ。芸能界の闇についてなんですけどね、とんでもないことになったんだなと。今日僕ツイッターはたまに見てて、まあ、最近インスタも始めたんだけど、ツイッターをちらっと見てたら、マリエさんっていう人がね、マリエさん。俺顔は見たことあるんだけど、どんな人かよく分かってなくて、あ、なんかモデルの人なのかな。で島田紳助さんの番組に出てて、昔に、ね、出てたらしくて、俺昔からテレビ嫌いだったから、もう、17年ぐらいテレビ見てなくて、テレビ嫌いだから、なんかインターネットで洗脳されちゃって、テレビは悪いもんだみたいな意識で見ないんだよテレビを。だから全く知らなかったんだけど、で下田紳助さんっていうね、有名な人の番組に出てたらしい。で、そこに出川哲朗さんがね、いたらしくて、で、そのマリエさんに、その、肉体をね、やらせろというような発言の下田紳助さんがあって、それに対して出川哲朗さんが、そうだそうだみたいな感じで同調してたと。でマリエさんがインスタライブで、ね、僕見たんですよ、びっくりしました、 YouTube で。ああ YouTube で勇気ある告発でね、マリエさんがインスタライブで過去こんな腹立つことがあって、腹立つから言っちゃうよみたいな形でね、なんていうの、仕事をテレビに出たりなら体を払いなさいと強要されたことに対して許せない思いがある。でそれに対して同調した出川哲朗さんを絶対許さないということで、もうかなり、ね、激しい、怒りをインスタライブで、まあ、YouTube 上がってるからみんな見たらいいけど、でここの問題はね、まず第三者の俺たちが本当にあったことかどうかっていう事実確認をしなければいけない。ただ俺たちがそれを事実確認できないよね、事実確認したくても。もう片方は言われた、片方はそんなこと言ってないの水かけ論になってて、もう本当のところはわからないよということで
ですよね。うん、ただ僕は昔からあの週刊文春とかそういうのでね、たまに僕もそういう雑誌って嘘が多いから、半分嘘だろうぐらいで見てるんだけど、10年ぐらい前かな、 AKB が流行った時に、なんか週刊文春じゃないか、なんか忘れちゃったけど、どっかの雑誌でさ、 AKB は売春婦ばっかりだっつって、結局芸能界の世界で人気になりたかったら、その体を売らないと仕事がセンター取れないみたいな、なんかそんな噂が書かれてて、その週刊誌に。で、俺もそれ真に受けちゃって、とんでもないことですぞと。売春ですかと。売春しないとアイドルになれないと、もうそれ以来俺もアイドルがさ、もう全部売春に見えてきて、体を売って、生活をされてるんだと。ただ僕は売春婦の方を尊敬してるから、彼女らがやっぱりそういう体を張った仕事をしてくれてる、から、まあいいんだけどね、それはそれで。ただそこははっきりしたいよね、はっきり。で、今モラルがうるさいからさ、テレビとかなんかで、岡本夏樹さんがなんかで暴露してたよね、最近。5年ぐらい前か。昔仕事を取るためにね、偉い方に体を売って番組に出てたみたいな、売春をしましたみたいなことを堂々とおっしゃってて、あ、なるほど、そんなことがあるんだなみたいな、そういうなんか権力のあるプロデューサーのさじ加減で、その体もやっぱり差し出さないと出れないんだみたいな、まあそういう世界なんだなと。で、僕はそれに対して、まあ昔からそんなもんなんだろうなっていう認識で、まあ結局売春婦の方が素晴らしいから、彼女たちは。なかなかできることじゃないからな。俺が女だったら嫌だからな。だって考えてごらんよ、自分ね。これ男ばっかり聞いてるから言うけどさ、俺が逆の立場で考えたらさ、ね、今90歳とか80歳のおばあさんがお客さんとしてやってきてさ、みたいな、しかもやたら発情してる発情おばあさんがやってきてさ、とか発情おばさんね、60、70ぐらいのうちの親みたいな人で、やたら発情してる発情おばさんがやってきて、で、その女性器を舐めろとかね、とんでもないことですよと。だから僕はようやらないなと、嫌だから、めんどくさいし、なんか嫌でしょ、めんどくさいというか嫌だからやらないけど、まあそれをやってるね、そういう AV 関係の人とかね、まあ風俗の人とか、すごい頑張ってるだなぁと思って、ある意味リスペクトですよね。だからそこはもう価値観の違いと言いましょうか。だから多分マリエさんなんかは、そういうもうね、そういう好きな人としか、そういう肉体関係はできないよっていう認識の方なんだと思うんだけど、まあ俺から言うと、まあその売春自体がセックスがすごい素晴らしいことですから、まあただそれを好きじゃない人とするってことは、どうなのっていうね、価値観もあったりするわけね。まあね、芸能界というのがそういう世界だっていうことを、まあ確信は持ててないですけどね、ソースがマリエさんの発言だけなんで。ということはアイドルとか、ああいう人は全部、体を売らないとできない商売なのかなと。っていうか逆に、ある意味発想の転換で、そういうセックスっていうものをそのスポーツに変えちゃうというか。で、もうスポーツですから、テニスとかそういうものですから、そういう形に価値観ごと変えちゃうみたいな。そういう生き方もあれば、芸能界のそういう売春構図をね、力のある権力のある人が肉体を求めちゃって、とんでもない男がいると。ただ皆さんね、男ばっかり攻めてもかわいそうなんで、今度男性陣フォローしますけど、世の中の女性はね、もう本当にね、変態おばさんがマジで多いから。俺もね、やっぱ見てきたよ、今まで。浴場おばさん。もうね、体がほてって男なら誰でもいいみたいな、
その逆のパターンだよね。ああ、だからもうなんか男性器が欲しくて欲しくて言うみたいな、そういう欲情おばさんがある一定数いて、まあ自分も結構それは被害に遭ってたかな。被害に遭ってたというか、僕は断る勇気も持ってますから、そういう性体験をね、したいというふうに求められても、いや、無理ですね、とはっきり言えますから、私はね、ある意味いい面で、まあ度胸もありますから、ただそういう、その私の体を狙ってね、大群のようにやっぱりその女性が押し寄せてくる。だから結局、そこで見たときに、ああ、そういうことかと。男も女も一緒だったんだ。ね、体を狙って、そういう生き物みたいですよ、人間。ただ体を自由にさせてくれたから仕事あげるっていうのはどうなのかなって、またそれを強要されてる場合はね、とんでもない犯罪だと思うんですけど、まあ変態おばさんに、自分も変態おばさんからね、変態少女にいっぱい僕会ってきたから、自分のクラスのイケメンになってくると、ね、逆になるんですよ。すごいセクハラってきました。だから世の中って異性からモテるかモテないかって見た目で決まってるの。ガルボヤたち、モテないボヤたち、わかるかな。異性からモテるモテないって見た目で決まってるだけ。みんな頭がものすごく悪いから見た目で9割判断されるのね。中身は1割の世界なの。だから僕も人生相談よくやってね、受けるんだよ。女性にモテなくてしょうがないとか、彼女が30年できないとか、そういう人生相談をよく受けるんだけど、見た目は生まれつき6割決まってる。で、残りの4割は自分の努力で改善できる。うん、顔が変でも、雰囲気を良くすれば、よく見えたり、努力すれば変われる人は、ただその努力もできなくてモテなくてぐずってる坊やが僕はあかんよっつってげんこつ入れてるわけ。わかるかな坊やたち。ねえ、この動画見ちゃってここまで。まあということでね、もう本当にそういう芸能界の、まあマリエさんの立場が言ってることが本当だったらね、もうとんでもないことですよっつって怒りたい場面ですけど、ここの事実確認が僕ら一般人では本当なのかどうなのかっていうのが分かんないから、まあ、注視するぐらいしかできないんですけど、まあこの動画見てくれてる人たちに言いたいのは、僕らみたいなイケメンになってくると何歳になっても女性から逆セクハラを受けてる。とんでもない迷惑よ。だから、なんだろうな、僕は結構女性嫌いになっちゃったかな。イケメンだったんで子供の頃から、やっぱ女の子がすごく寄ってくるんですよね。で、まあ、モテるっていうのがもう当たり前になってるというか、なんかかっこいいとか、かわいいとか、ずっと子供の頃から言われてきて、別に普通にしてるだけなんですよ。普通にご飯食べて、普通に学校行って、何にもしてない。でもやっぱり見た目がいいとモテちゃうよと。うん、だから僕にとってなんだろう、女性っていうのが逆に、本当にすごい性欲の塊で、なんかすごく、欲情してて、いつでも俺の体を狙ってるイメージ、な感じで見てて、世の中の、まあだから女性の気持ちも俺はわかるね。たまたま綺麗に生まれてしまったから、異性を引きつけてしまって、今度、体を求められるというか、僕も本当にすごく、僕小学校3年くらいからもう女性からやっぱり体を求められてましたから、でもちょっと、まだ早いよみたいな感じでね。僕はもうしょっちゅうでしたからね、そんなんが。僕は中学校入った時もすぐですよ、隣に座ってたね女の子からもうすぐにそういう行為をしてくれっていう形で言われて、いや俺そんなまだ中1だしそんなのいいよ、俺はやりたくないよって言ってるのにめちゃめちゃ求めてくるんですよ。で結局俺はもう切れてね、もうまあいい加減にしろみたいな形で説教して1時間も2時間もで、最終的に相手は泣いて謝るみたいな形。まあ、そんな生活をずっともう40何年続けてきてますと、まあ、女性の気持ちっていうのがすごくよくわかるから、たまたま綺麗に生まれてしまった。
たまたまイケメンに生まれてしまった。だから異性から、時には同性から体を求められる。もうその時に俺はもうすごく気持ち悪いなというか、やっぱり自分がいいなと思わないとやっぱそういう行為はしたくないですし、だから僕なんか結局その異性から言い寄られたり、まあ同性からもモテるんですね。だから同性からもめちゃめちゃモテちゃって、僕タクシーの時もすごく嫌だったのが、やっぱお客さんが体求めてくる。うん。で、いや、自分仕事中なんで、つってね、その全部断って、その受けないですけど、やっぱり、男も女も体を求めてくる生き物なんだなっていうのが、つくづく感じますよね。うん。クリスマスの日とかもやばいですよ、女性たちが。だから、ね、見た目が変な人にはやっぱり女性も寄ってこないと思うんですけど、まあ自分らはまあ見た目がちょっとまあ人よりいいもんですから、そうなってくるじゃないですか。で、僕タクシーで乗ってるじゃないですか。で、クリスマスですよ。12月24日とかぐって運転してると、もうクリスマスになるともう女性が欲情しちゃって、もう俺にその行為をね、仕事中のこの俺にその行為を求めてくるわけよ。で、俺はもう全部断ってる。そんな、ごめん、ちょっと、安易な形で、そんな形で仕事中なんで自分できないですねって形で断ると、もう怒って、もう降りてっちゃうみたいな。まあそんな女性がすごい多くて、まあ正直気持ち悪いなっていうふうに思ってます。で、自分の場合はまあ同性からもすごくモテてて、結局タクシーやってる中で、なんかね、同性の人にすごい体を、買わせてくれと、1万円、2万円、あと10万円って人もいたな。中にも鯖江の錦のね、某ゲーバーのね、人がね、30万円でいいからやらせてくれと。やらせてくれってどういうことなんだと。俺だからそんだけイケメンで生まれてきたから、身なりがやっぱいいから、だから今回のマリエさんのことにピンときたのよ。うん。で、どうしたって言いたいもんね。俺普通に生きてるだけだで。普通に生きてるだけだで、俺は。なんでそんなに俺の体求める？自分ら。そんなに求めるって。本当にすごいから。その人間の性欲って。特に好みのタイプを見つけた時の目つきがもうやばいよ。追いかけ回されちゃうよ。俺なんて。外歩いたら。普通に外出して外歩くだけで人からもう異性から同性から引きつけちゃって追いかけ回されちゃうんだから。で、なんで追いかけてきたんだって言ったら結局俺の体求めてるわけよ。彼ら、彼女らが。で、しまいに金出すから頼むからやらせてくれみたいな。今でもありますよ。ダイレクトメッセージ送ってくれた方が複数名いて、高橋さんと一晩なんとかならないかと。金は糸目はつけませんという形の方がね、ちょこちょこ定期的に来られてて、まあ非常に、まあ自分は金で動くような人間じゃないぞということをね、まあ常日頃から言ってるんですけど、まあなかなかその人間の性欲ってね、だから僕わざと見た目を変にしてるんですよ。わざとヒゲボーボーにしたり、わざと汚い格好したり、そういう風にしないと異性を引きつけてしまう。で、結局売春を俺も強要されちゃうから。強要まではされない。俺断るからね、帰れっつって。断っちゃうから。強要まではいかないけど、求められちゃうっていうか、俺の体を求められて、まあ俺はそういうものに対してなんかね、昔から、ちょっと、どうしたって、どうしてそんな性欲あるみたいな。びっくりする男女が多いですね。ですから僕は男性が悪いとか女性が悪いというか、まあ両方ね、男も女もなんですが、やっぱり相手と、まあ、合意した上でそういう体験をしてくれればいいと思うし、自分が好みだったから、つってね、昨日も俺ホームセンターでさ、ね、120点水槽の台を買いに行ったんだよ。で、俺モテるからさ、わざと見た目変にしてるんだよ。もうホームレスみたいな感じ。ヒゲとかだって今もうそうだ、3週間ヒゲ剃らずにさ、昔の千円札みたいな、おじいさんみたいな、わかるかな、昔の千円札の名前忘れちゃったけど、ニトベユキチだったっけ、35年前の千円札のおじいさんみたいな風貌にわざとしてて、それでもね、昨日もね、また買い物行って、ホームセンターでこういう棚買ってさ、120センチ水槽台の台を買いに行ったらさ、まあ47、45、6のお姉さんかな、なんか小切れにしたけど、ね、その人が、俺が腐葉土も、木と、あと腐葉土くださいって言いに行ったのよ。したら、やたら絡んできて、うわ、まただと思って。いや、もうめっちゃ絡まれるんですよ。絡むっていうのは、喧嘩売るとかじゃなくて、俺の体を求めに来てる感じ。
で、ああ、もう、自分そんなんじゃないんで、つってもさっさと会計して、ああ、もう大丈夫なんで、みたいな。でも、やたらなんか、その、仕事と関係ない会話をやっぱ振ってくるわけですよ、俺に。でも、ま、パッと見た瞬間に、もう、浴場してる目つきだよね。ああ、危ないお姉さんだな、って。まあ、結構綺麗な方だったんだけど、もう自分もそんな安易な形で乗るってことできないんで。自分結構一途な人間なんで、まあ、そういうのは全部断っちゃいますけど、その なんか人への情事求められるっていうのはまあまあなんか狙われてる感があって、ちょっと気持ち悪いなって思っちゃうっていうか、普段ねそういうこと言われて慣れてない人にとってはさ、なんかわーっとは喜ぶのかもしれないけどさ、しょっちゅうじゃん自分らは。やっぱイケメンに生まれていたからさ、子供の頃からずっとそうだから、まあまあまあ本当に勘弁してくださいよっていうのがね。だから皆さんに言いたいのは、自分が求めてても相手は同意してないかもしれないよって。その時にも愛は成立しないから、それを俺はっきり言っていくみんなに。本当にね、そういう性欲の強いおじさんとかね、おばさんも多いんだよね。でも20代でもね、本当になんか性の塊みたいな女の子もいて、結構自分そういう人が狙われるんですよ。結局求めてるのは俺の体だけで、そういうなんていうのかな、心は全くない状態、肉体が欲しちゃって獲物を見つけたみたいな感じでストーカーみたいに会うみたいな。だから、まあ、そういうのがもうすごく嫌だなっていうことで、僕はわざと汚く風呂も入らず、わざと臭くしてみんなから気持ち悪いよぐらいにしとかないとさ、ね、だから風呂入ってなんかみんなに整えて外出しちゃうとさ、結構言い寄られるからね、自分らは。マジで迷惑なんだよ。だから俺、マリエさんの気持ちは分かったんだよね。マリエさんはもう今30超えて、まあそこまで言い寄られないかもしれないけどね、やっぱりあのアイドルみたいな感じで、モデルやっててバンバンテレビに出てた頃はさ、やっぱり人から言い寄られて、すごく嫌な思いをしたと思うんですよね。で、それは俺は僕気持ちがすごく分かるから、その自分本位に、あの、体を、欲するのは勝手なんだけど、それを強要というか、半半ば強引にね、あの、人の体を狙うのはやめた方がいいよ、という話ですわ。うわぁ、もうちょっと久しぶりに入ってわ。まあ今日もね、まあいろんな妄想話をね、やってきましたけれども、まあとんでもない、やっぱりその、肉体を求めてる人が多いんだなって。今隣に住んでるさ、新婚夫婦がいてさ、めっちゃ頭が悪いのよ。ほいでさ、夜中にいつも喧嘩してんだよ。ほいでさ、喧嘩の理由がさ、そういう性の関係の話ばっかなんだよ。だからまずはさ、奥さんが浮気してさ、ほいでそれ旦那が発狂してさ、大暴れでしょ。夜中に2時間もどんどん俺やっとこましょうかと思ったから、もう家とかも壊れるんじゃないかっていうぐらい大暴れして、で結局は奥さんの体がほてっちゃったからさ、もう体が求めちゃってさ、その旦那の友達とかとそういう恋になっちゃって、旦那が発狂みたいな。で今度はまた旦那が浮気してさ、それでまたなんかもう怒鳴り合いよ、なんかもう、ほいでもうなんか夜の11時ぐらいまでバーベキューして大騒ぎしたりさ。で、そこのさ、ガキがいるんだけどさ、まあその子のガキはな、子供3歳とか、3歳と5歳の男の子と女の子かな、なんかよくわかんないけど、でも教育が悪いもんだから、俺がここでさ、ちょっとその洗車したりさ、洗車じゃないけど、ちょっと西急にのセラとかさしたりさ、ね、ちょっといるとさ、その小学校もう何歳かわかんない、幼稚園児かあれ。もう指さして変なおじさんがいるっつってさ、もう変なおじさんじゃねえよっつってね、言ってあげるんだけど、まあ3歳5歳の男の子の言うことだから、ただやっぱ親の教育が悪いよな。ガキにそんな言葉をね教えて、常識教えねえんだから、その親自体がもう体がほてっちゃって、もう性欲の塊でさ、もう体求めまくっちゃって、もう不倫不倫よ、大迷惑本当に。もう本当にね、そういうやっぱりその自分の体がほてったら自分で処理してくださいっていう、まあそれだけみんなに言いたいわ今日は。